はいお願いします沢田雅人のストロベリーアワー 皆さんこんばんこばは沢田雅人です今月も始まりました「ストロベリーアワー」ということで、えー、1時間楽しく進めていきたいと思いますけどもやっとねあの9月も半ば過ぎましてやっと濃さなんか若干過ごしやすくなってきたかななんていう今日この頃なんですけど、ね、まだまだね残暑は厳しいんですけどなんかあの予想ではあの、まあ、今秋になってこれから冬になっていくわけですけど今年の冬は 例年よりも若干気温が少し高い暖冬になるという予想が出ているので、まあね、雪は、ね、やっぱあんまりない方がいいですよね、まあ、雪がああるないと困る職業の方もいらっしゃるとは思うんですけど僕はどっちかというとこう。 暑いのも苦手ですけど寒いのも苦手なんで結構わがままですけど、えー、若干暖冬は嬉しいかななんて思っておりますけども、えーね、まだまだ皆さんお体気をつけながら、ね、過ごしていただきたいと思います、えー、さてですね、えー、この沢田雅人のストロベリーアワー、えー、放送終了後に YouTube の方でもご覧いただくことができます、えー、そしてぜひですね、えー、インターネットのスマホで沢田雅人のストロベリーアワーと入れてチェックしていただくといろいろ情報も出てきますので、ね、またまたあの過去の 映像なんかもぜひチェックしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまず1曲目をお聴きください。今僕の頑張ってる曲でございます。沢田人で傷つくダイヤモンドどうぞ サ田ダマサトで傷つくダイヤモンドお聞きいただきましたありがとうございます、えー、さて、えー、今日もですね嬉しいですねお便りたくさんいただいちゃいました今ちょっと胸に抱えちゃってるんですけどいくつか読ませていただきたいと思います、えー、まずは福井のゆきりんさんからですいつもありがとうございますマサトさん こんばんは9月も半ばが過ぎ秋らしくなってきましたねですねやっとやっと過ごしやすくなってきた感じですね、えー、夏の疲れが出やすくなってるので体調管理に気をつけてくださいね、えー、マサト会いたい症候群の私ですがマジっすかありがとうございます、えー、あと少しでマサトさんに会いますもう嬉しくてたまらないですいや本当ですかいやどうしよう、えー、ブログでマサトさんに元気をもらってますが今回はしっかりパワーを地に いただきに行きますね。ということで、熱いメッセージをいただきました。はい、あのー、今月もあのー、今からあのーえー、福井の方にも伺って、そしてあの横浜に伺ったり、えっ、ー、と月末にはあのー、秋田とか。 山形の方にも行く予定ですのではいぜひぜひ皆様楽しみにまた会いに来てくださいよろしくお願いします僕も本当皆さんにあるのが嬉しくてたまらないですはい、えー、では続いてですキラキラチャロさんからいただきましたありがとうございますマとト君こんばんは先日大阪での北川大輔さんのサマーディナーショーとっても良かったですちょっぴり大人になったマとト君にドキドキしましたよということでえーマジっすかあ嬉しいななんか なんか大人になった系のメッセージを他にも頂い,いてましてアポロ3号さんからも「えー、先日の大阪の京阪京橋」 ホテルグランデの北川大輔さんのディナーショーとっても楽しかったです、えー、北川大輔さん、真田直樹さん、そして正人くんと、えー、イケメン揃いであ、すみません僕も入れていただいてありがとうございますイケメン揃いでウキウキしてましたお二人とも男っぽくて色気がいっぱいあって素敵でしたがおかげで正人くんの大人っぽい甘いお声が際立って本当に幸せな時間を過ごすことができました 改めて惚れ直しましたよ、ということで、恐縮です、ありがとうございます。<laughs> はい、いや、嬉しいですね。なんか、大人っぽいとか、甘いお声なんて言っていただいて、なんかもっとそうなれるように頑張っちゃいます。<laughs> はい、えー、では、続いて、ファックスもね、いただきまして、えー、本間圭さんからです。やっぱり、本間さんもあの、北川大輔さんのサマーディナーショーにね、お越しくださいまして、えー、ショーが始まる前に、北川大輔さんの大ファンだという知り合いの女性と出会いました。はい、はい、えー、沢田雅人さん、知ってる？ と聞いたら初めてなので知らないのと言ってたのに沢田さんの出番になったらステージ正面に一列に並んだいちごちゃんのあの僕のファンの方ですねいちごちゃんの真ん中で金色の帽子をかぶって一緒に踊ってましたよ良かったと言ってましたということであ嬉しいですねいやこれあれですよね最初知らないっておっしゃってくださってたのが最後の方には僕のファンの人と一緒になって応援してくださったっていうこの なんか途中でこう変わっていく様というかいや嬉しいですねもうぜひぜひ僕もあの,あのこの日はえっと真田ナオキさんと北川大輔さんとこうファンの人がもちろんそれぞれのファンがこうみんないるんですけどなんかこう 一体になって応援してくださったのが、すごい感じたんです。ごい。僕自身が、なんか嬉しい、楽しいというか、ジーンとした、そんな空間でしたね。はい、ありがとうございます。はい、えー、ではですね、ちょっとお名前だけ残り読ませていただきます。いつもありがとうございます。えー、すみちゃんさん、島縫ちびさん。 沼津 YK さん、天野亜希子さん、他たくさんのメッセージ頂戴いたしました。そしてファックスもありがとうございます。また、えー、ぜひですね、番組宛てにお待ちしております。えー、ファックス番号が0356705332、0356705332、メールアドレス 789アットマーク kfm 789.co.jp 789アットマーク kfm 789.co.jp 沢田雅人のストロベリーアワーまでお待ちしておりますぜひ待ってますねはいということでまず最初のコーナーに行ってみたいと思いますマンスリー雅人のコーナーイエーイ このコーナーはですね僕の毎月の活動についての報告やお礼そして今後の予定をお知らせするそんなコーナーでございます。はい、えー、そうですねあのー、8月の中旬からいろいろとやっぱり今回もたくさんの場所でね、えー 出せていただきまして、はい、えー、本当にもう嬉しいこと楽しいこと悲しししいいいここことととはなかったですよもう本当に嬉しいこと楽しいことがいっぱいで、えー、そんな日々を送らせていただいたんですけどもさっきねたくさんファックスもいただきまして、えー、メールもいただきまして北川大輔さん大先輩のですねディナーショーに、えー、僕も出させていただきまして、えーまあ、ディナーショーというとなんかこう皆さんでゆっくりこう食事をしてその後食事が終わった後にえー、っと ライブとかショーが始まるみたいな流れが多いと思うんですけど本当にあの大輔先輩のショーはなんというか、えー、なんだう構成がすごく楽しくて、えー、僕と真田君と大輔さんが順番に歌うは歌うんですけど でで行ったりあの出たり入ったたたりりり出入すするんですよね最初になんか新曲コーナーがあって1曲ずつ歌ってでその後に「新御三家」の曲を3人で順番に歌ったりとかあとはなんか3人でロマンデュエットしたりとかなんかそんな構成であの大輔さんがね練ってくださったんですけど何かあのお客さんも喜んでくださったんですけどなんか僕自身がすんごい 楽しくてあのー、まあ、もちろん普段から歌わせていただいててすごく楽しいんですけど、なんか久しぶりになんか少年に戻って無邪気にこうなんか、その場を楽しんでる的な。なんかそんな雰囲気で、いや本当にあんか素敵な一日をね過ごさせていただきました。えー、そしてあのー、まあ、僕のファンのいちごさんをはじめ。 の直樹くんのファン大輔さんのファン皆さんから一斉にこう一体となったご祭援をいただきまして本当にさっきも言いましたけどジーンとしたいしなんか嬉しいことに来年10月の18日にこの3人でやる同じ場所でやるディナーショーの第2弾が、はい、決定しましたのでちょっと先なんですけど。 今回参加できなかった方はぜひまた来年お待ちしておりますのでね、よろしくお願いいたします。はい、えー、そしてですね、あのー、今後またイベントが近々いろいろございまして、まずあの10月の27日にですね、こちらの葛飾 FM さんの、えー、ストロベリーアワーで特別なちょっとイベントがあるんですけども、えっとですね場所が。 えー、あすいませんまずタイトルが「葛飾区産業フェア」というイベントがありまして、えー、会場が「テクノプラザ葛飾」という場所なんです。はいえー、日にちが10月の27日、はいえー、僕は1時から、えー、ライブのようにこうホールの中でマイクを持って歌っておりますので、はい、ぜひぜひこれあの参加 される方はぜひ、葛飾歩ムさんにお問い合わせいただいて、ぜひ見に来れるかなと思いますのでね、えー、ぜひお出かけいただけたらと思います。えー、そして、11月に入りますと、えー、2日がすみません、僕のまあ誕生日なんですけど、えー、僕のふるさとの、えー、滋賀県で、場所はちょっと間もなく決定するんですけど、えー、バスデイベントか。 ございますのではい、えー、ぜひそちらもお出かけいただきたいと思いますそして11月の16日の土曜日はですね初めて札幌でライブをさせていただきます、えー、今ライブツアーをやらせていただいている、えー、ブーケというタイトルのライブの、えー、最終章最後のファイナルになりますので、えー、ぜひこちらも お出かけいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたしますあのどのイベントでも待ってますのではい、お出かけください、えー、それではですね、えー、ここで僕の曲もう一曲聴いてください沢田雅人傷つくダイヤモンドのカップリング曲になります母ちゃんどうぞ サーダム里で母ちゃんお聞きいただきましたありがとうございますさあて皆さんここでですね、えー、ある方とお電話がつながっておりますので早速お呼びかけしてみたいと思いますもし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 林久美子さんですかささんこんばんはこんばんはお元気ですか林久美子でございますはいありがとうございますいもお世話になりましていやこちらこそですありがとうございますもう相変わらず素敵なお声ですね久美子さん <laughs> <laughs> そんなことはありません。<laughs> <laughs> はい、えー、もう本当にいつもご丁寧で、あの素敵な先輩林久美子さんなんですけど。いや、とんでもないです。はい、あのー、先日も、あの上野の方で、ご一緒させていただきまして。はい、あとは、あのテレビ局でもお会いしまして。そうなんですね,ね。はい、たくさん。 ご一緒させていただきました。はい、たくさんご縁をいただいている林久美子さんでございますけれども、ご縁をいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、僕があの滋賀県出身で、で林久美子さんがえっ、ー、と福井県のオバマご出身ということで、はい、はい、そうです。あの故郷がすごく近くて、はい。えー、そんなこんなであの故郷の方の福井とか滋賀でもいろいろご縁をいただきまして。 ね,ね本当にありがたいです。滋賀県の方でもご一緒させていただきまして、そうですよね。本の節には本当にお世話になりました。いやこちらこそです。僕がめちゃめちゃお世話になりんっぱなしなんですけど。<laughs> いいえ、どうございます。<laughs> ありがとうございます。美味しいお土産いただきましてありがとうございます。<laughs> はいこちらこそ東京でお土産いただきましたの、ね、いやいやいどんでもないですカステラが美味しかったです <laughs> 本当ですかありがとうございます良かったですありがとうございますはいさて、はいえー、で,ですねハイクムコさんあの新曲を出されたということでそうなんです素敵なタイトルですねあなたと私というタイトルで、はい、令和元年6月26日にはい 歌させていただいたばっかりなんです。ああ、最近新曲の中でも新曲、はい、新しい新曲ですね。そうなんです。本当に、<laughs> その通り、ね、<laughs> ですよ、ね、一番新しい歌でね。はいはい、今、の、頑張ってるんですけれども、はい、また皆さんに歌っていただけたら嬉しいなと思っております。そうですよね。で、あの、はい、今後、まだこの曲、今で、ね、あの、頑張っておられて、そう、イベントなどの告知とかありましたら、はい、先にお伝えいただけたらなと思うんですが。 あのー、今後のイベントですね、はい、いろいろあの福井の方でキャンペーンに出させていただいたり、はい、あの9月ですけれども、うん、あの10月6日には、はいあのー、福井の方ではい。で清水明さんの賞を出させていただくんですけど、これに澤田さん、出られるですねえ僕も出ます ね、あ、あ、そうだ、僕も伺います。ちょっとあの聞きたいんです。だからあの10月6日も空席の方で、そうです、イベント会いできるかなと思って。はい、めちゃめちゃ楽しみにしております。僕もたまにポーっとボケてる時があるんで、その時はお忙しいから後ろからこついてくださいね。はい。だからまたあのご一緒にできるあの時が。 あるということでねえもで僕もめちゃめちゃ今から喜んでおりますこちらこそですそれではですね、はい、え林さんから早速皆さんに曲を聴いていただきたいと思いますので、はい、曲のタイトルコールをお願いできますでしょうか、はい、新曲であなたと私人生に挫折した彼が昔を思い出し夢と希望を持って歩んでいってほしいそんな願いを支える一途な女心を歌った曲ですはい お聞きください。はい、ハさんありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。失礼いたします。もしもし。ありがとうございました。はい。あ少々お待ちくださいね。 林久美子さんで、あなたと私、お聞きいただきました。ありがとうございます。さて、皆さん、大変長らくお待たせいたしました。今日のですね、えー、スペシャルゲストに、スタジオに来ていただきました。野中沙織さんです。野中沙織です。よろしくお願いいたします。ご無沙汰。ご無沙汰ですね。ですね。一年ぶりぐらいですか。<あ>この番組、去年の秋。 確か出ていただいたのでまた1年ぶりに来ていただいたということで野中さんの方もご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですが <laughs> あの改めてちょっと初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないのでプロフィールをすで、はいはい、に笑いをこらえておられる野中さんですけど <laughs>、えー、プロフィールをご紹介させていいいたただきたいと思います <laughs>、はい、もし間違ってたら土地でビシッてて叩いてください、ね、横からい,いですか突っ込み入れてくださいね。ね <laughs> はいえー、野中沙織さんは栃木県の宇都宮市のご出身で平成元年に「やらん会で徳間ジャパンよりデビューその後第18回横浜音楽祭を受賞され平成12年には中国の北京ですね、はいえー、にて世界遺産を守ろうコンサートに出演されました、えー、そして翌平成13年には第1回北京歌謡祭に参加され栃木未来大使演歌広報官も めてらっしゃいます、はい、そして去年ですね、はいえー、デビュー30周年を迎えられて心機一転野中沙織さんの下の名前が漢字だったんですが、はい、そちらをひらがなの沙織さんに改名されまして、はいえー、そしてそして今年、はいえー、この9月11日に、はいはい、代表曲「雪国恋人形」以来となる、はいえー、牧隆先生の作詞、はい によりまして、はいえー、世界観の広がった新曲「夏行きをリリースされた本当にほやほやの、はいはい、ええ11日ってことはまだ1週間ちょっとですよねそんなリリースされたばかりの野中沙、はい、さ,さんにお越しいただきました。はいはい 叩くとこなかったですか。あ、よかった。よくできました。よかありがとうございます。嬉しいです。なんかないかなと思ってじっと聞いてたんですけど。ずだったんですけどね。はい。ではですね、あの早速その夏行き奏は後ほどまたじっくり聞いていただきたいんですが、まずその夏行き奏のカップリング曲がなんかすごい曲って聞いたんで、僕も今からドキドキしてるんですけど。すごい曲だねですけど、ちょっとちょっと笑っちゃうような感じの。楽しい曲なんですよね。え皆さんに。 え早速聞いていただきたいと思いますので、はい、野中さんからタイトルコールをされますがお願いいたしますはい、はい、それでは野中沙織の新曲のカップリング曲ですあなたが好きだから聞いてください 野中沙織さんであなたが好きだからお聞きいただいておりますが, <laughs> がますかわいいですねすいませんいやえ今まで野中沙織さんの曲でこういう感じの、はい、なんか僕のイメージではちょっとアイドル的なニースカートを履くような感じのあれですよね <laughs> ちょっとフリーでの感じの、ね、なんかすごいかわいい曲なんですけどあ,すあの今までありましたこういうあのーはい ちょっとポップス系のはあるにはあったんですけど、はい、ここまでちょっとこうアイドルチックだというかかわ、はい本当に可愛らしい歌は初なんですけども「<laughs> 僕めっちゃ好きなん」ですすよこういうういい曲ありがとうございまってこうあのめっちゃあの男のあるじゃないですか声援が「沙織、はい、ちゃん」みたいな <laughs> ああいうかやりたくなるんです今回それをどこで入れようかって今までにちょっと悩んでて。<laughs> じゃあ多分どっかで入るんですねきっとねなんか入れたら盛り上がるなと思ってるんですけどハチマキ巻いていきましょうかサオリーイノチみたいマサトがやってくれたらみんなそこで入れるんだってですかちょっとじゃ研究してあでもマサトファンがもう今度大変ですからいきますよサオリーイノチででも今回はああののさ作詞作曲が徳下浩二先生そうなんだ僕びっくりしたんですよ俺徳下先生がはい 作詞作曲って びっくりですよねねあの「鍛え帰ろう」とかちょっと渋い感じのは、はい、作詞作曲のがあったりはしたんですけどずっと12年徳久先生が曲を書いてくださってるんですが、はい、ここ数年ずっとカップリングにはもうお座敷で歌うようなちょっとこう日本調の歌が続いていて、はい、先生も今回はカップリングはちょっとオイラケソングというか「こう愛して愛して愛しちゃったのよ」みたいな歌を作りたいっておっしゃってました。 で実は全然違うカップリン曲が用意はされてたんですねあそうなんですねあのそれもちょあの牧高井先生の作詞で作曲が徳久先生で、はい、カップリングがお座敷で歌うような歌が用意されてたんですが先生が「なんか作ってたらさこんなのできちゃったんだけどちょっと聴いてくんない?」<laughs> って言って先生がギターで弾き出してもう先生自分で歌いながら笑ってたんですけど <laughs> なんかこれを使って。 できちゃっも <laughs> それがなんか逆に新鮮で,はい、はい、でどうしてもコーラス女性コーラスを入れて女性だけど「シャラララン」とかじゃなくて女性の「ボンボンボン」っていうコーラスを「ボンボンボン」ボンっていうのを入れたいってずっとおっしゃっててもうそれを聴いてから私ずっともうボンボンボンしか頭に残らなくなってしまって。<laughs> もうとボンボンボンしか先頭残ってないんですけどって言ってでもか私も新鮮に聴けたのでなんかこんなのがカップリングで1曲あっても面白いなと思って新たな野中さんの引き出しというか一面というかそんな感じの曲ですし男性ファン喜ぶと思います特に女性も面白いんですけど特に男性の親衛隊的な方が待ってましたみたいな。 喜んでくれると喜んでうれしいんですけど <laughs> 声だけ聞いてた方が良かったってなるとちょっとあれなんですがちょっと, <laughs> ょっとミニスカートフリルでいっちゃってくださいしますね<ー>僕そしたら鉢巻きまあて多分マネージャーさんと一緒に行きますので。<laughs> あのサオリ命で行きます一番前に座ってる社員せねえだ一番目立ってたりして。マサト君とマネージャーさん一番前のど真ん中にめっちゃ浮いて。はいその時はあの温かくゲットめてください。もう許しお願いします温かく無視させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。でもう新曲を発売ね。はい。 もほんとほやほやで、はい、まあ今日はちょっと実は収録日が、はい、あの新曲発売ちょっと前にはなるんですけど、はい、なんかこの新曲発売に向かってお忙しくて、はい、なんか今日うに聞いたらこ,これ今収録してるのがもう夕方4時5時になっちゃうんですけどで,、ね、でこの後あと生放送もあるので、はい、東京出るのが7時過ぎちゃうんですよね。でねでこここかかかららどこににれれるんですっけこれから大阪に 今日前乗りでえ歩いて歩いてじゃない歩いてるかないけど歩いてはちょっと駅まで歩いてねえちょっと歩いて <laughs> そっから電車乗り継いでそうです乗せていただいて <laughs> 新幹線にも乗せていただいて、乗いた着いたらあのホテルも止めさせていただいて、で大阪前乗りされて、はい翌日あの取材とかいる収録とかテレビの収録があって、ちんちんあって、そうですね、それ終わったら今度山口の下関しかも橋ですね山口も、そうですね、そうですね、もう九州ですよね下関に行ったら、そうですね、もう発売となったらもう毎年なんかもうねマサトくもそうだと思いますけど。 バタ,バタ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 とよく分かんないままになんか動いてる感じがします僕はまあそんなに野中さんほどハードな移動はあんまりないんですけどでもなんかホテルをあの同じ種類、はい、種類というかこのポイントを貯めてたりすると同じホテルに泊まったりとか多いんですけどそうすると部屋の作りが全く同じなんですよ。 どこにいるか,分かるな,くなりますようありますよ、ね、あります,あります私もあの起きてパッと目覚めて自分のへ本当に東京の家にいるのかあそれはさすがに分かるんですけど<あ> <laughs> 東京の家にいるかぐらいは分かるんですけど <laughs> なんかホテルのホテル。<laughs> <laughs> 私は もう家も分からなくなっちゃって、あれあれ自分の部屋だっけなとか思いながら、さすがに家の作りは分かるけど、本当にちょっとそこ共感してくれるかなと思ったけど、ちょっとそこ共感できなかったすみません。ダメだった。ちょっとちょっと重症な感じになっていました。でも本当それぐらいねあのなんかお忙しくされてて、え、きょ去年も本当あちこち。 でってやっぱホテルだと毎日回数が違うじゃないですか<あ>泊まる回数が今日は七丸五明日は三丸何とか<う>何回落ちていいか分かんなくなっ。<laughs> たりとかしてで実際東京帰って来て、はいはい、自分それこそ自分の家の階が、ま、自分の家の階分からなくなっちゃう今日何階今日何階だったっけダメなめや,いや今日何階っていうかあの自分の家はもうずっと定着で決まってると思うんで,うんで、ね、多分日によって変わらないはずなんですよです分,かで分かんない分かんないあれ今日なんあれ今日何階みたいな感じ自分の家の、まあ、あの階<う>数が分からなくなっちゃったう。 このあのもう前代未聞の感じがいいですね。本当ですね。あでもあのキャちょっと女性マネージャーですけど去年一緒に頑張って動いてたあのマサとかもよく知ってるあのオマさんっていうすごい態度の態度の悪いオマさんもでもオマさんも同じこと言ってました。シャブちゃん毎日回数分かんなくないだから分かんないって言ってそこだけは共感できました。あ本そこだけは。でも多分きっとオマさん家は分かると思うんですよね。分かるかな。多分。 多分僕の予感では本当今わかんないかもしれない本当ですかはい回数わかんないよねってとこだけは共感できましたじゃあ良かったですね今二回言っちゃったそこだけは共感できたもう強く言っとかないとみたいなねはいそこだけはそんな野中さんにですね可愛い今の曲を聴かせていただいた後に可愛いメッセージをいただきましてですねはいあの きょうこさんかちゃんかちょっとあれなんですけどさあちゃんへ夏行きそうのキャンペーン頑張ってねハートマーク応援してますいであのちゃんからさあちゃんへお元気ですか1年ぶりですね新曲楽しみにしてますまた会いたいなということでいただいてそしてすごいかわいいさあちゃん伊藤賞目指して頑張ってねって YouTube の方にちょっとすいません。いんですよ じゃ去年も送ってくれ、はい、あ映ってる映ってます。可愛も,もうちょっともうちょっとこかこうかな。去年そう送ってくださってあ映ってるかなのを覚えていてで私<お>これを携帯で保存しなかったっていうでしたっ。 いたのを思い出しましたがじ、じゃあ保存しときってください。<ひ>そうですね、はい。もし忘れないうちに本番年でもいいので保存しといてください。ち, <laughs> ちかちゃんでもありがとうございます。きょ曲ちゃんとちかちゃんありがとうございます、はい。多分今マネージャーさんが携帯を今持ってこられる。そうですね。<laughs> あ、保存してください。ありがとうございます。多分野田さん忘れる可能性私忘れます。あ、でも上手ですね。すごい。 絵が上手く絵もあの字もあの可愛く描させてるんですけど、私より字もじょ絵も上手。本当ですか？うん。いやありがとうございます。はい。似てますか？ありがとうございます。はい。なんか似てますね、可愛い感じが。本当ですか？あそこ否定しなかった本当ですかって。いやもう自分でね自分で受け入れちゃった。いやめっちゃ受け入れてくださいね。ありがとうございます。はい。 ええーって言わなくなっちゃったそうですよねなんで言わなかったのかなと思って一瞬自分が止まっちゃったそうですねって受け入れ止まっちゃったそうですねありがとうございますさてですね先ほどカップリン曲も聴いてだいたんですけど新曲がまたすごい素敵な楽曲で僕は YouTube の方にすでにワンコーラスバージョンで配信されているのをちょっとこの間視聴させていただいてありがとうございます あすみませんあのサビのところがすごい特徴的というか、はい、耳になんか、はい、結構残ってくるような曲で。って <laughs> そこがなんか自然にこう体がこう動くというかいあのすごくカラオケでも歌われていく作品なんじゃないかなって思ったんですけどすこれテーマというか、はい、こちらもあの、えっと、作詞が牧 高橋先生作曲が徳久浩二先生の、はい、曲なんですけど、はい、こ,うこの曲についてのエピソードとかなんかこういう流れでこの曲が決まったみたいなのがあれ本当は、ま、それこそ全く違うメイン曲を作って進行していたんですが、はい、本当に世界観も全く違う、はい。 もう別物ほんです、ね、本当に別物遊女の実話を描いたもうどっぷりと遊女っていうと遊ぶ、はい、女子の女ってこと、はい、女、ね、の実話を描いた本当にもう腰を据えたどっぷりとした演歌を作っていたんですが全く違うんですけど、はい、徳久先生がなんか今回はやっぱり沙織にはあの島倉千代子さんが歌われた「放線歌」みたいな、うんあ ちょっと幸せ演歌じゃないんだけれどもちょっとこう微笑みながら歌える歌をはい、はい、なんか書きたいんだよなっていう話もこうだんだん出てきてそこからちょっと方向を変えて作り始めて、はいえー、で全部あの7作今回新曲を書いて用意していただいて全部牧先生と、はい、あの徳久先生で,でその中でも「夏行きそう」という作品が、はい、あの徳久先生 一番ちょっとこう後出し的な感じであ<ー>あの出してきてくださった歌で,、はい、で実は今回のこの「夏行きさ」は本当だったら女性演歌歌手特に沙織には絶対本来書かないメロディーなんだけれども<え>本当だったら男性歌手に書くようなメロディーなんだけれどもそれをあえてちょっとこう切ない今回のこの歌詞にそんなメロディーを載せて、はい、それをまた野中沙織の声を載せたら逆に面白いんじゃないかな なあと思ってちょっと聴い,いてみたいな感じで後出しで出されたんですがまたそれも「あなたが好きだから」とまた同じくあの私の世界観ではなかった作品だったので今までいな私もすごく新鮮にあの感じることができてで今日は答え合わせをしないで1週間みんなそれぞれにもう一回みんないろいろ聞きながら1週間後に答え合わせをしようって、は。い どれにしようかってた私もマネージャーも事務所社長もレコード会社のディレクターもそれぞれにみんな自分の周りにリサーチを取ってきたんですがやっぱ今回のこの名曲となった「夏行さんがダントツ人気であり私もそのさっき雅人君が言ってくださった「夏行そう夏行そう」っていう,こうサビの部分がやっぱりキャッチーだったのではいポッとこう口ずさむのがそこ で今回この歌がなんか新しい世界観がこう広がっていくんじゃないかなということで,で先生にも「今回これでいきたい」ってディレクターの方から伝えて頂い,いたら先生が一番びっくりして「はい、いいの本当にいいの本当にいいの俺が好きな歌で本当にいいの?<ー>」みたいなた感じで,で先生の,その意思というかあれがもうみんなにこう同じように伝わってたと思、ねはい、そうなんですもんねノリノリ。 なのでそれがまたみんなにも波動が伝わっていき<ー>みんなが楽しい雰囲気でいい作品がすごくみんなでこう、はい、いい雰囲気で生まれたっていうそうなんですねミュージシャンの方々も乗ってくださって、うん、演奏が終わってすぐ帰らずにみんなこう私たちがいる方にミュージシャンの方々もなんか一人一人こう来てくださって、えー、いいねいいね今回のいいねいいねって。 普通普通そうですよね。ちょっと寂しい感じで、それがわざわざみんながいる方に一人一人こう入ってきてくださって、なかなかないことなので、なんか私もすごく励みになりましたし、なんかいい感じにしたいなっていう。もうその雰囲気の中、ねもう一個みんなのななんていうか団結でこうみんなの気持ちがまとまってサートが一つになってできた。 そうですね、今回の渾身の作品ということなんですが記念のカラオケ大会も今回あるのでまた来年の私の新曲のおなんかデュエットの相手も探してますというオーディションも一緒に兼ねてやるのでさっき僕も拝見して応募しようかなと思ってちょっと年齢性別プロ <laughs> アマ問わず老若にゃんにゃ問わずあ言えましたね。 僕今そこがびっくりしたんですけど問わず、はい、もう老若何如言えた沙織さんがびっくりしたんですけど、はい、ぜ何も問わずなのであのブログとかホームページでまたご確認いただいてどんどんとご応募いただきたいなと、はい、じゃあマネージャーさんと一緒に応募しますぜひぜひよろしくお願いいたします <laughs> お待ちしておりますので、はい、いやじゃあ後ほどちょっと詳しくねまた聞かせていただきたいんですが、はいはい、ここででははいあの 夏行きその方を、ねはい、皆さんに聞いていただきたいと思いますのでタイトルコールをお願いいたします。はい、それでは野中アサ新曲ホヤヘでございます。夏行きそう聞いてください。 野中沙織さんで夏きそうお聞きいただきましたあり,まありがとうございますなんかめっちゃ幸せ気分に浸ってりながら聞かせていただいたんですけど、はい、あこのキャッチーな部分も含めて全体の構成がすごく、はいいい なんか自然な感じで、はい、あのホッとできる一曲だと思うんですけど、はい、カラオケのなんかファンの人がなんかもうすごくこぞってみんなこう歌う作品になる感じなるんですけどいいす、ね、これ例えばあのカラオケで歌う時のポイントとかあればぜひ 聞かせていただけと今回意外とこうテンポ感がこう結構ある歌なので逆になんか感情を入れすぎるとテンポ乗り遅れてしまうので感情云々よりもなんかテンポに乗るってことをまず大前提で歌っていただいた方がより一層あのこの曲の面白さっていうのは伝わっていくかなと思って、はい、あ,のあとは徳井先生が何度も何度も言っていたのが歌い出しをしっかり間を取るってことを意識しながらどうしてもるうし 歌おうと思うと「愛に行きたい」ってこうダラーンとなるんですが、はい、今回の歌は「愛に行きたい」って何かちょっとこう,う間を置く感じで歌っていただくとちょっと落ち着いた大人な感じになってくるので間を取るって<ー>一個一個の言葉をしっかり間を取ることを気をつけてあとは夏「夏行きそう夏行きそう」をしっかりこうリズム乗っていただくと。 あのきちんとハマってくると思います。感情を入れすぎないってことが大前提で。はい、入れすぎないのがポイントで。そうですね。手というのが今回のポイントですね。すねリズムを楽しんで歌っていただきたいと思います。はい,はいい。ぜひ皆さんの CD 何 cd 買っていただくとね中に楽譜が入ってたりして、はい、そうです覚えやすいですもんね、はい、なので皆さん cd 絶対買ってねはい。譜面も入ってるし <laughs> 入ってるカラオケ大会のおぼけ巻いてますそうだこれちょっと詳しく、はい、カラオケ大会がちょっとすごく気になってて <laughs> も 早速応募してんん募しなんか某あの有名な先輩もなんか応募し,したいっておっしゃってたって聞いたんですけど <laughs> 俺も応募しちゃうとか言って笑ってましたけど <laughs>、はい、でもデュエット相手を探していますというオーディションでも男性、はい、それこそ男性とは限らないのででもデュエットが曲,あの曲ができてるわけではなく、はい、グランプリの方が決まってから,から徳久浩二先生が曲作りに入るので。 男性がグランプリになれば男性とのデュエットになりますし、えー、女性がグランプリ取れば女性とのまあデュエット曲になるので、えー、全くもっと今は何も私もわからない状態なので,で、ね、これって、はい、あの優勝されたらその曲を歌ってレコーディングもも,もちろん参加されて CD になるってことですもんね。はいはい、来年ののの秋発売予定の新曲曲収録曲に なるので<ー>結構これしてくださってる方夢のある話ですねいやこれすごいいいと思います <laughs> ね<え>楽しいですよねこういう企画ってそうですよねはい。 であの今回の「夏行きそう」と「あなたが好きだから」だけの課題曲ではなくて、はい、今までの私の作品も対象曲になっているので、ね、あ51曲が対象曲となっておりますのでちょっと待って女の浮世絵あるかな<の>あっ女の、まあそとかが好きでね歌ってくださってたいや僕,これ僕家にまだ CD ちゃんとあってオレンジ色の表紙ありがとうございます,す,います見ちゃいけないジャケットなんですえ。そうなんですかえそううななんんでですすか いや、僕何回も、はい、あの枕元にもおう、おじゃ、今日置いてみます。い,すいやいや、部屋はちゃんと分かるね、大丈夫です。かはい、では、あの、ここで。はい あのこちらのイベントもあると思うんですけど、はい、今後の9月とか10月などの告知とかありましたら、はい、ぜひお願いしたいと思うんですが、はい、あのたくさんあるんですが、はい、覚えられてないのでのなかソリのブログやホームページでご確認ください。<laughs> だいぶ巻きましたね。巻きました。よろしくお願いします。ちょっと巻きすぎなぐらい巻きましたね。<laughs> いろいろあります。<laughs> はい。じゃあのホームページでご覧いただいて自分で調べろと。<laughs> 要はね。<laughs> その通り。でもその方が間違いないですね。そうです。細かく載っているので。野中さんの優しさがいっぱい。そうです。私のお優しさからのコメントです。コメントでございます。はい。ということであっという間のお時間で、もうお別れの時間なんですけど。そうですか。はい。あのこの後生放送もありますけど、生放送はねこの放送時には終わっているので、ちょっとお間違いのないようになんですけど。わかりました。はい。あの気をつけて大阪の方に。はい。はい。本当に移動。 新幹線ちゃんと乗れますえ乗らせていただきますホテル間違いない道くださいねはい止まらせていただきますははいい。無事着いたら連絡くださいねありがとうございますそれではですね今日あのスタジオの野中沙織さん来ていただきました野中さんありがとうございました楽しいお時間またぜひ遊びに来てくださいはいそれでは沙織の別れの街をお聞きいただいておりますがここでお別れです皆さんどうもまた来月バイバイ野中沙織さんでした Yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs>